一般市民の避難、無事済んだみたいだ。こんなに保安ボタンが顔に暴走している。彼の危険無職だけど暴力と同じよ。あれは裏役のが戦巫女の任務を補助するために、連鎖と今の私たちならライト連鎖のアンカーとして利用できるよ。そういえばカゲロウを使いこなせて、カゲロウは気持ちの誤解を消費してダメージを無効化できる便利な技だから、カゲロウで失った誤解を一見すると言ってるな。でもこの程度じゃ今の戦巫女は止められないよ。雷帝連鎖で飛び上がったらすかさず次の連鎖塔に仕方防衛装置まで暴走してる。万全な状態ならアームドブルーの力で無力化することもできるんだけど、アンズルより埋めがよし、ぶった切れば進めるんだから一緒だよ。そうだ、今は手段に心で飛び連鎖塔って何なの。原理はデートモノレスに近いもの。本来は裏役魔の人間だけがアクセスできる情報端末。保安ボタンの質問は悪手だったか。そうとも言い切れないよ。一般市民に避難は間に合ってるのし、十分自分を責めるくらいだったら事態の収拾に努めます。2人とも、そうだ、今は前を見なくちゃ。この下にデートモノリスがあるわ。よし、突破して先に進もう。これは強化の防衛シャッターだ。壊して進むのは一貫のロスか。これはすごい、不安定だった力が以前よりも精密に扱える。これが異物の手残った。私が封印で抵抗する。体が軽い、空中制御も重いのままだ。今のあんたならどこまでだと飛んでいけるよ。もっと体調を下げぼるようにしようだな。あんたは体が軽い分でもない、もともとこんな顔だと思う。いや、僕の体はキリンの雷帝連鎖と同じように瞬間移動攻撃ができる。キリンにできることなら大体僕あんたが放電してる間って、空中での落下速度が高くなってる。放電している間は足元に磁場ができて落下速度が遅くなるんだ。ホバリングと空中ジャンプを組み合う。ダッシュとスピード使ってもダメージが一つに速攻的にロックオン。もう何でもできそうだ。何でもってことはないけど、これは昔戦った無能力者の技を真似てみたんだ。その時計あんたのそのひどいボルティックバスターみたいな、一体の敵を確実に倒すことに特化させた技だけど、ひどいかな。どいつもこいつも気に入らねえ。高いとこから告げてやるぜ。クリスマス終了のお知らせってやつをよ。モテ鬼は絶対よ。男を手玉に乗るチャンネルには裁きよ。幸せアメックには地獄の部屋旅行。シリで自立、意識はあってもやっぱり暴走してるね。感情の抑制が効かなくなっているのか。踊れ踊れ。もう片方クリスマス前に告白して見られでもしたんでしょ。それでされてはそうだよ。そんなだからモテないわね。キリン、暴走は流放者の影響だ。彼のせいじゃない。てめえ俺を煽れむから余裕しちゃっちゃったよ。ファンタムヒーロー、ギャップって言うまでギタギタに乗してやるぜ。やれやれ、来な、時代遅れのボーリーさん。私の呪物が縛り上げるあんたに真の封印を。そこ切れちまったぜ。デスプロセッション、メシアなんだ、いらねえのさ。よメリークリスマス。よ、行くよ、頑張ると。裏九十二式雷帝夜叉砕き。はあ
よし。やっぱりクリスマスのオワコンにするっきゃねえってか。バリバリにみなぎってきたぜ。ほとばしアームドブルー熱血カイバー超ベリーバースト。